本日のマッチは日本対フランスクラシックス、スタッド・ド・フランスよりお届けしてまいります。さあ両選手が入ってきました。さて現地の天気なんですが、天候の崩れた今日のスタジアム、さあ七海さん、ちょっと天候崩れてしまいましたね。この状況でベストパフォーマンスを出すことは難しいと思いますけど、こんな天気でも見に来てくれるお客さんの期待に応えないといけないですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ間もなくキックオフです。キックオフでスタート、日本対フランスクラシックス、エキシビションマッチが始まりました。サッカーは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツじゃありませんからね。なので今日の試合も何が起こるか分かりませんよね。永田、さあ裏のスペースを狙います。ボールはクリア、永田攻撃が続きます。オーバーヘッド、果敢にオーバーヘッドで狙ったんですが、ここは決められません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。ここはキーパー処理しました。微妙なところでしたね、ちょっと強すぎましたよね。サイドへボールを預けます。ボックスを見ながら、さあどう展開するか。シュート、ゴール、ボイゴール、ゴール、ゴール、ボイボイ、ゴール、ボイゴール、ボイボイ、ボイゴール、先制。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。さあフランスクラシックス先制、1対0です。まあ先制したこの勢いのままさらにいいリズムを作っていきたいですよね。前を向いて受けます。エリア内入っていくか、打つ、キーパーかろうじて防ぎます。最初のコーナーキック、ボールはクリア。日本としては攻撃が機能してないわけではありませんから、まだ分かりませんよね。ここはファールがありましたか。どうだ、流しますか。中央駆け上がっていく、ここは起き上がりました。見ている限りでは怪我の心配はなさそうです。しかしこれはファウルではありません。日本としては低い位置で奪われると取り返しつきませんからね、気をつけなければいけませんね。リラーズ、これはオフサイドです。
前を向くことができるか。テラン、もう一度カット、永田、パスは通りません。ここで長いホイッスル、前半終了です。日本が1点を追う形で後半に向かいます。よく戦って